ここは次元の狭間にたゆたう世界。かつて二柱の神が繰り広げた闘争は、異界の戦士によって終止符が打たれました。役目を終えた戦場は静かに消えゆくはずでした。ところが、新たな力が支えとなって、滅びかけた世界が息を吹き返したのです。見届けましょう。最終決戦の先にある始まりの物語を。イグニス？ グラディオだな。嘘、なんで？なんだ、あんた。無事か？待て。人なのか？私は本物だ。偽物は全部敵だと思え。これ夢かな。残念だが現実だ。新顔か？あんたはここの人？だが、他にもいるはずだ。他って、おい、ほらな、ライトニングか。それにどうも。新たな仲間か。歓迎する。は？仲間？終わったはずでは。別の目的のために戦えと。コスモスの命令か？その力を継ぐ女神だ。さっきから何の話？追って説明する。お前も来るんだ。マジかよ。まずは彼女の話を聞いてくれ。生ゴミの日だった。かふけなんちゃって、始まり始まりと言いながら去っていく。機械な。混沌の中で強いのはああいう手合いだ。ああいうのが最後まで生き延びるのですわ。ああ、嫌だ嫌だ。そっちから来るのが礼儀ではなくて。ここは…やあ、久しぶり。ああ。あそこ行くんだろ。一緒に行こうぜ。な、
どういうつもりかしら。一体どういうことだ。俺はまた呼ばれたのか。後ろのやつ、なんだ、めんどくさいな。今のうちに話をつけておくか。あら、気づいていなかったのね。皆さん、私の祈りが届いたようですね。よく集まってくれました。私がマーテリアです。マーテリア？って言われても何者？無に帰ろうとする世界の救済のために私は生まれました。この世界に調和と秩序をもたらす神です。マーテリア。はい。世界の救済とは具体的に何をするのですか。世界の維持には戦いによって生じるエネルギーが必要です。それは私の力では生み出せません。だから私たちを呼び集めたのか。強制的に。はい。戦わせるために。はい。そんな、いかにも神らしいやり方だな。手段はどうであれ、この世界の調和のために力を貸せばよいのだろ。はい。私の世界のために。お前の世界だと。これは何だ。カオス、あちらもそっくりさんかしら。我が名はスピリタス。次元の残滓よりこの世界を滑るために生まれた神。スピリタス。いえ、知りません。この世界の神は私一人。ならば考えよう。俺とお前、共に神を名乗るわけよ。この荒ぶる魂こそが世界を滑る力。違います。それは違います。大丈夫か。あのさ、すげえ取り込み中のとこ悪いんだけど、帰り道聞いていいか。いいえ。あ？皆さんはスピリタスを倒してください。スピリタスのとこに親父がいた。あの子が何言ったって俺は戦わない。せっかく終わらせたのにな。ごきげんよう。ごきげんよう。こんにちは。こんにちは。礼儀のなっていないお子様たちだこと、ま、多めに見てあげましょう。え、何をしてるんですの。ついてらっしゃい。なんで、どこに。当然帰り道を探しますわよ。私、遠回りは性に合いませんの。
ひょっこ女神の事情など知りませんことよ。あ、クラウド、ん？一人で行くのか？落とし物を拾うだけだからな。それもそっか。じゃあまたな。初めて会うよね、ヤシトラ。ええ、はじめまして。突然呼ばれて不安だろうけど、僕に任せて。必ず帰り道を見つける。うん、俺も行くよ。その方が安心だろ。バーン、一応彼も経験者。頼もしいわ。それじゃあ案内をお願いできるかしら。ああ、もちろん。